チャールズ・ワーグマンは、イギリス人の画家、漫画家、幕末期に記者として来日し、当時の日本の様々な様子、事件、風俗を描き残すとともに、ポンチへの元となった日本最初の漫画雑誌、ジャパンパンチを創刊した。また、五世田義松や高橋雄一をはじめとする、様々な日本人画家に、洋画の技法を教えた、1861年10月12日の、 イラストレーテドロンドンニュースに掲載されたワーグマンガによる第一次東ゼンデ寺事件常馬用の鞭で反撃する一等書記官オリファントふすまの陰に隠れているのが長崎領事モリソン1832年にロンドンのスウェーデン系の家で生まれ1852年頃パリに手を学んだと言われまたその頃陸軍に入隊して 大意を務めたとされるなど、不明な点が多い。1857年に、イラストレーテッドロンドンニュースの特派記者検査資映画家として、関東に、アロー戦争の取材のため来訪。1861年4月25日に、長崎を訪れ、その後イギリス公使オールコックの一行に伴って、陸路を通り江戸まで旅行。この時はアグマンは、縁の下に避難しながら、 事件の一部始終を記録し、これを記事とスケッチにして横浜から発信している。1862年には、巨流外国人向けの雑誌、ジャパンパンチを創刊。これは、イギリスの風刺漫画雑誌パンチを模したものである。横浜巨流地の人々の暮らしや日本政府への批判、同業の英字新聞への攻撃などを風刺漫画と文章で描いた。ただし多忙のためか、 第2号は1865年に発刊されており、その後22年間にわたって月刊誌として刊行されていった。1863年、日本人女性の小沢金と結婚。この年撮影戦争が勃発。ワーグマンも取材のために写真家フェリーチ・ベアトとイギリス艦隊に同行し記事などを書いている。 また同年から翌1864年にかけて下関戦争についても記事や挿絵をロンドンに送っている。同年、長男の一郎が誕生。1865年に五世田吉松がワーグマンのもとに入門。翌1866年には高橋雄一が入門する。また1874年には小林清鹿が入門しようと尋ねた。 ワーグマンガによる1867年8月10日のイラストレーテッドロンドンニュースの差し絵大阪城内で徳川義信に訓練を披露する英国陸軍第9連隊の兵士1867年ハリー・パークスやアーネスト佐藤に伴い徳川義信との会見に臨むため大阪に出立この時大阪の風景スケッチとともに義信の肖像画も描いているその後 江戸に向かう途中の掛川塾で霊兵士の襲撃を受けるが、かろうじてナムを避けることができた。1885年、エースケッチブック・オブ・ジャパンを観光。1887年3月に、ジョルジュ・ビゴーへの挨拶を含めた、ジャパンパンチの最終号を発刊。イギリスに帰国する。翌1887年に、弟ブレイクとロンドンで展覧会を開いた後、 再び来日するが病に倒れる。1891年、横浜にて58歳で死去。横浜外人墓地に葬られる。毎年明日の2月8日には、横浜文芸婚話会によって、ポンチ花祭りが、ワーグマンの墓前にて開かれている。ちなみに、彼の直系の子孫は1945年に途絶えて、存在しないとされる。チャールズ・ワーグマンの業績を紹介した、展覧会。 ありがとうございます。